皆さん、私は今何を触っているでしょうか。正解はピノちゃんの首の裏のお肉でした。こんにちは、ひまひまです。今日はですね、私はなんとあと3週間でテストなんですよ。で、あと1週間もないうちにテスト期間に突入してしまうということでですね、早すぎるでしょって思いますよね。で、今回はそのテストが始まるので、テスト期間の勉強の準備をしていきたいと思います。皆さんも一緒にやりましょうね。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、今回はテスト勉強の準備をしていくっていう動画なんですけど、その新アイテムが登場しまして、こちらババーン、こちらですね、無印で買ってきました。これがですね、自立収納できるキャリーケースっていう、なんかキャリーケースってさ、ガラ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 じゃないのって思いますよね。で、これがキャリーケースなんですけど、この中にじゃじゃーん、これは仕切りです。こうやって分けれるんです、中で。で、このキャリーケースなんですけど、こういう感じ。なんとまず1個開くじゃないですか。そしたらここに教科書とかを入れられるんですね。そしたらさらにこっから開けると、じゃじゃーん、またまたこういうのがありまして、で、ここにこの仕切りとかをこうやって入れていくっていう感じです。で、私いつも図書館みたいな勉強スペースに行って勉強してるんですけど、そこに持っていくときにこれがもうぴったりだなと思って、今回はこれを買っていました。はい、ということで今日はちょっと手元がすごい映ってほしいので手元アングルにしてもらいました。久しぶりの手元アングルですねということでですね、今から収納をしていきます。私こんな感じでね、筆箱が溢れてるんですよ。やばいよね。テスト期間はいつもこの筆箱を使ってるので、この筆箱もね、入れていけたらなって思います。一回これ剥がしますか。ってことで、せーの、パカパカパーン、こんな感じです。で、ここに仕切りを入れられるって感じですね。とりあえず仕切りの方からやっていきますか。こういう感じの構造になってます。こっちが201、こっちが202みたいな感じになってますね。はい、ということでですね、ここに仕切りを詰めていきます。仕切りはこういう感じで、こうできたりとか、こうできたりとか、こうやって変えられますね。まあ私は真ん中にします。で、これをここにこう詰めます。こうかな。これね、凹凸があるの分かりますか。これが滑り止めになって、ここがぴったりこうはまるので、すごいなんか見てて気持ちがいいで、長方形、これもね、まあとりあえず真ん中にしとこう。こんな感じですごいね、長さをここにしたりここにしたり変えられます。で、こんな感じかな。 OK、 こういう感じです。とりあえずここの、ここかな、これを埋めていきます。まずエアポッツ。私は勉強するとき音楽とか聞かないんですけど、休憩するときに結構 TikTok 見たりとかするので、そういうときはエアポッツで見てますね。で、続いて勉強のお供のグミ。昨日ちょっと勉強したんですよ。そしたらさ、勉強どころかグミしか食べてなくて、私やばいよね。もうグミの試食会かってぐらい、もうグミをね、試食として食べてるぐらいの勢いで、私グミめっちゃ食べてたんですよ昨日。だからね、顔むくんじゃったのかな今日っていう感じなんだけど、ここに入れようかな。この仕切りじゃないところだけどさ、こういうところも使えるからいいですね。次、耳栓。たまにね、あ、これエアポッツと一緒のところに入れちゃう。あ、ここのムクムクちゃんはピラちゃんです。耳栓とこれ一緒に、エアポッツ一緒に入れます。で、これね、なんで耳栓持ってるかというと、たまにパソコンをやってらっしゃる方とかがいて、その音一回気にしたらすごい気になっちゃうので、耳栓を入れてます。次、ここ、この長方形、あれ、やっぱグミちゃんこれ滑っちゃうからこっちに入れよう。はい、これお決まりの時計ですね。時計がないので持っていきます。ちょっとこれ仕切りずらそう。そしたらぴったりじゃん、ほら見て、もうこの時計専用にあるんじゃないかレベルだよね。次、まあここら辺も詰めていきたいなと思います。あ、わかった、マスキングテープ。マスキングテープはいつも予定を書くんですけど、それを壁に貼るんだよ。その時にマスキングテープがすごく必要なので持っていきます。消しゴム、まとまるくん、これラーメンの匂いしないですね。今はもうあるあるじゃない、もう使ったらラーメンの味しない、味じゃないや、食べませんよ。おっきい消しゴムもある。いっぱい消しゴム入った方がいいもんね。ほら、こういう感じで消しゴムいっぱい詰めました。まだあった。ポンポン。7個も消しゴムが入ってましたね。おお。して、付
付箋たち。これはちょっとマスキングテープと一緒に入れちゃおうかな。でもこれ入んないか。あ、当たっちゃうね。あれ？え？取れたんだけど。あれ何これ？取れるもんなのこれ？そういうもん？あ、わかったわかった。あ、大丈夫、私壊してないわこれ。え、よかったよかった。あ、よかった。抜けただけだったわ。こっちに入れようか。シャーペン類。シャーペン類がこんなにありましたんで、こんなに入れちゃいたいと思います。あ、いいね、こんな感じ。シャーペン、マーカー類入れます。え、てかこれ入るんじゃね？入るじゃん。じゃあいいや、筆箱にこれ選抜して入れてこう。入るわ、筆箱ごと。あ、そうそう、てか前の動画でね、私がホンテ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 ルルンルンルルシークレットっていう曲を、何の曲かわかんなくて皆さんに聞いたところ、すごいたくさんの方が教えてくださって、もうね、曲名が分かりました。超能力ファミリーサンダーバンっていうねやつでね、本当にね、私ねずっと探してたのだから本当に嬉しかった。ありがとうございます。はい、ということで選抜してちょっとシャーペンをね入れていきます。こんな感じで、一つの筆箱にさ、ジョリが3つも入ってることってあります？付箋も4つも入ってたしさ、もうなんだろう。ちょっと選抜してね、筆箱に入れていきましょう。テープのり、ここに入れちゃおう。マスキングテープのとこにテープのり入れます。で、修正テープもどうしよう、ここに入れようかな。うん、ハサミ、折りたたみ式ハサミはここに入れます。これね、マジでね、いい。これね、こう曲がるんですよ、ちょっと。だからワークの形に沿ってこうやって線引けるからね、本当にいい。ということで、こんな感じで選抜できましたので、ここに入れます。あ、いいじゃん、入るじゃん。入るじゃん、このたびのかな。ねえ、嬉しい、めっちゃ嬉しい、入るの。こんな感じで入れます、ぴったり。最後、ここどうしようか。ウェッティ入れましょう。私いつもね、あのそれ使うときに一応ウェッティで拭いてから使って、終わった後もウェッティで拭いてるんだけど、入れます。大事大事。オッケー、これでこっち側完成です。じゃじゃん、どう？いいでしょ、めっちゃいい感じ。ここ筆箱入れて、で、ここ修正テープ入れました。で、ここはエアポッツとか耳系だよね。エアポッツと耳栓で、あとはここがハリボーとかテープのりとマスキングテープ。で、ここは消しゴム類で、ここがウェットティッシュと折りたたみハサミ。そしてここに時計ですね、タイマーとかも使えるやつです。いい感じで、こっちはこう締めますね。すごい。で、ここは教科書とか入るんだけど、私はこれ、ルーズリーフちゃんを入れていきたいと思います。これが英語。で、これが普通のやつです。はい、これを入れます。あ、ぴったりじゃん。いいじゃん。こんな感じで入りました。で、締めます。すごい、しっかりここでさ、ストッパーになっててくれる。ストッパー？ね？カチャカチャっとして、完成でーす。これで持ち運べるってことでしょ。めっちゃいいね。しかもこれ持ちやすいし、意外と軽いし、 OL さんかみたいな感じにもできますし、すごい可愛いし、透明でね、すごいシンプルだし、あんまり分厚くもないから、すごい置きやすいし、とてもおすすめです。皆さんもぜひ、あの無印良品さん行ったら探してみてください。しかもね、お値段も安くて、これ全部でね、1320円です。お安いね。ぜひ皆さんも見つけたら買ってみてください。ということで、今回は無印良品さんで、あの、私のね、テスト期間の準備をしました。テストもう早すぎる。テストとテストの間がすごく短くて、ちょっとね、早いって思ってるけど、今回はもうね、なんか勉強するしかなくて、でも頑張りたいと思います。ということで、まあテスト結果はあるかはわかりませんが、皆さんお楽しみにしてください。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。ちなみに、あと5分で家を出ないといけない。無印のダブルチョコマシュマロが好きなんですよ。で、あれがすごい勉強のお供にいいから、また今度買おうかなっていう感じです。